上野直勝は南北朝時代の武将。本生は源氏、家系は生は源氏の一家系河内源氏の流れを組む足利氏の支流上野氏である。通称は上野太郎二郎。官職は家門助、左京助。直勝と同一人物とされる上野氏勝についても本校で扱う。関能の上乱の最中、関能元年十二月に直勝が自ら、 赤芝を加え、少佐時刻詩の維持、法師丸に与えた、群中状によれば、同年11月27日に、大見国大原総にて、足利忠義方として挙兵したことが確認でき、これが、資料上での所見である。この頃、孔諸直らによって一時遊兵状態にあった、忠義が後に京を脱出し、畠山国清の河内石川城に寄っていたが、同資料にはなおかつが、 この石川城から大海へ向かったことが明記されている。同年12月4日には、甲州京都が世帯への攻撃を仕掛け、その翌日には、大海守護の佐々木氏より、五郎兄弟の軍勢と合戦に至っているが、甲州京都の中にはなおかつも含まれていたものとみられ、12月10日には、氏よりに敗れた。10日の戦いでは少佐時国し 国広兄弟が直勝の目前で討ち死にしており、同月中には、小佐治はじめ康に対して、12日には、兄弟の父である小佐治元氏に対してそれぞれ、感情を出している。12月16日に直勝の中猿により、忠義が元康に与えた感情の文中には、上野太郎二郎と記されており、 この当時は感触を持っていなかったようであるが、翌2年忠義が政権を掌握したのに伴って、ジゴしたタ門助に任ぜられている。以上のように実在が確かであるのにもかかわらず、上野氏の系図上でなおかつの名を確認することはできないのであるが、尊卑文脈の上野氏系図に、掲載のある上野氏勝と同一人物とする見解がある。まず、上野太郎次郎は、上野太郎の 二郎を表す通称名であるが、同系図では、上野太郎来園の次男として宇治勝が掲載されている。官能二年七月開日の忠義の北国落ちに、際しては上野様之助兄弟が付き従っており、宇治勝が兄の頼金と共に、忠義等に属していたことは明白である。そして、この宇治勝の中期には、佐京助という感触が載せられているが、 同年10月11日に、忠義が、小佐寺元当時に与えた感情の文頭に、おごう修俗上野佐京介、すなわち元当時が、上野佐京領に属していたことが記されており、前年に、直勝が元当時に感情を出したという前述の内容を踏まえれば、上野佐京領は直勝に一致する。以上の点によって、な勝イコール。 宇じかとされるが、宇じかの名が資料で確認できないことから、どちらが解明前、後の意味なであるかは不明である。いずれにせよ、前述の通りなおかが、忠義等に属して、少佐寺氏を従えていたことは確かであり、自家の字は忠義から返記を受けたものと考えられている。聖没年については未詳である。ありがとうございます。